次に佐藤秀道君。5月14日の新聞の朝刊を見て、私は大変にびっくりをいたしました。新聞の記事によれば、日本とオーストラリアの EPA 交渉で豪州産冷凍牛肉の関税が 38.5% から 20% に引き下げる方向で近く妥結される見通しになった。さらに冷蔵牛肉の引き下げも検討している。さらにプロセスチーズの原料の低関税の輸入枠を拡大されると、そう報道されておりました。その日の会見で、大臣はそうした基本合意はないときっぱりと否定をされました。翌日同じ新聞の一面に訂正記事が掲載をされまして、てっきり14日の報道は誤りでしたという内容かと思いきや、 20% ではなく 30% でしたという訂正でありました。これでは何が事実なのかよくわかりません。また他の新聞では冷凍冷蔵ともに 30.8% に引き下げる方向と出ておりました。関税が下がれば肉牛農家は価格競争で太刀打ちできない。北海道においてもこのまま TPP もなし崩し的に関税撤廃になるのではないかという声さえ出ていたのでございます。私はオーストラリアとの EPA 交渉はこれ自体が非常に農家にとっては大変にナーバスな問題であり、報道は正確な事実に基づいて行うべきではないかと思っております。故意ではなくともいたずらに農家の不安感を煽るようなことになってはならないし、ましてや報道によって一定の既成事実ができてしまうようなことも果敢できることではございません。私も農林水産省の担当者と連絡を閉ざしていただきましたが、やはりそのような基本合意はなされていないとのことでした。これまでもたびたびこういった記事によって真面目な農家の方々が一喜一憂してきたのではないでしょうか。今まさに TPP や EPA で国益をどう守るのか、極めてシビアな交渉が始まるにもかかわらず、いまだにこういったことが続いていて、本当に国益を守りきることができるのか、私は不安を覚えざるを得ないのであります。この件については徹底的に調査し、以後農家をはじめ農業関係者に不信や不安が広がらないように、くれぐれもしっかり対応をいただきようお願いをいたします。この問題についてはぜひ大臣のご見解を伺いたいと思います。林農林水産大臣。大変大事な問題だとこういうふうに思います。今、佐藤先生おっしゃったこの報道について私も承知をしておりますが、この農林水産品のマーケットアクセス交渉も含めてですね、これ現在も交渉中でございますので、私会見でもはっきり申し上げたんですが、交渉相手である豪州との関係等もあるので、この報道の内容についてコメントすることは差し控えたいと思っておりますが、一般論で今委員がおっしゃったようにですね、この記事を見ますと、例えば基本合意とかですね、それから、この方向で調整に入ったというようなですね、極めてこれで決まったというところからちょっとこうずらしたような書きぶりになっておりますが、見出しを見ればですね、これをご覧になった農家の方はこうなるのかという印象を受けるということでございます。かねがね私も思っておりますが、一日でも早くこう情報を出すということも速報性という意味で大事だとは思いますけれども、しかしこういうことは正確にですね、こういうことは決まったということを正確にきちっと事実をキャリーしていただくということも非常に大事だと、こういうふうに思っておるところでございますが、我々といたしましては省を挙げて情報課に努めているところでございますけれども、今後ともこれは厳格に交渉関係、この情報管理をですね、徹底してまいりたいと、こういうふうに考えておるところでございます。佐藤秀道君。ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。次に北海道に関わることについてお伺いをいたします。今年は4月5月と降雪や降雨、そして低温、ゴールデンウィークを過ぎてもなかなか気温が上がらず、一部では降雪もありました。そのせいで
農業にも大きな影響が出ないか大変に心配しております。現在のところ苗、麦などの生育や天才バレーショ玉ねぎなど、広く移植に遅れが出ているところであります。この後順調にいけば、1週間程度の遅れなら取り戻せるとの話も聞きますが、過去において北海道においては低温障害で大変に厳しい不作に見舞われたこともあり、大変に私は心配をしているところでございます。万が一の不測の事態に対する十分な対応をお願いしたいと思います。現在の農水省の取り組み状況と合わせてお伺いをしたいと思います。農林水産省佐藤生産局長。佐藤先生のご質問にお答えいたします。今先生ご指摘いただきましたように、今年は春先からのこの低温ということで、気象庁の方から、低温予報とこういったものが出ておりまして、私どもといたしまして、この農産物の被害軽減に向けた取り組みを徹底する必要があろうだということで、関係都府県に対しまして、4月5日、4月22日、5月1日とこの3回にわたりまして、技術指導通知、こうしたものを発出させていただいているところでございます。で、先生のご指摘の北海道につきましては、4月中旬以降、低温あるいはタウなどによりまして、水稲や小麦、バレーショ、天才玉ねぎ、こうしたものの作物で1週間程度 その遅れが出ておるというふうに出ているところでございまして、特にこの顕著な低温となりましたオホーツク海側では、天才あるいはバレーショのこの移植植え付け作業がかなり遅れているという状況にとなっていると認識しているところでございます。で、これを受けまして、北海道庁では4月30日に長期間の低温と日照不足に関する営農技術対策を発出しまして、5月9日には気象庁、農業団体あるいは農業競争組合との関係者を集めまして、連絡会議を開催しまして、関係者間での その情報共有、技術指導の徹底と、こういったものを図っているところでございまして、また昨日でございますが、21日では6月の営農技術対策を公表しまして、技術対策の徹底を図っていると、こういうような状況になっております。で、私ども農水省といたしましても、5月15日に担当課長をオホーツクの方に派遣いたしまして、さらに昨日でございますが、技術指導 この徹底のための北海道に対しまして、技術指導の徹底を図るよう発出したところでございまして、今後とも私どもといたしましても、逐次また現地の方にも伺わせていただきまして、よく現地の状況といったものを把握させていきながら、適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。佐藤秀道君。ぜひ万全な対応をよろしくお願いいたします。次に銭形アザラシについてであります。銭形アザラシの銭形アザラシは絶滅する危惧種に指定されていますけれども、私たち北海道民にとっては貴重な水産資源を傷つけるアザラシでもありますし、エリモや道東部の漁業者にとっては、トドやオットセイと並んでいわゆる害獣とも言われているわけであります。年間3000万円や漁業被害、地元の人たちはもっと多額だという説もありますけれども、被害を少しでも減らせないのかというのが地元漁業者の切なる願いでもあるわけであります。今回地元漁業者に対する説明会が行われたわけでありますけれども、その説明の中に被害の軽減を目指す防除対策というものがありました。その実効性についてはさまざまな意見がございました。本当にこれで大丈夫なのだろうか等々、さまざまな意見が現実的にあるのも事実であります。この対策で、現在1000万円程度の予算を予定されているということでありますけれども、一つはこの金額で本当に十分なのかどうか、これはまさに被害に遭っている現地の漁業者のご意見をしっかり伺いながら検討を進めていかなければならないのではないかと、私は大変に危惧をしているのであります。来年はさらに、工夫改良しながら効果を上げようと言ったとしても、来年はこの事業が本当にあるのかどうか、今のところ残念ながら不明であり、大変に心もとないと思うのであります。前回の委員会でも堀井はじめ北海道の犬瀬氏がこの問題に対してもう何度もやっぱり強調しているのは、やっぱりそうした地元の
業者の水産業者の方々が本当に不安に思っているからなのであります。したがってこれから行われる各省の予算要望において、来年度の予算要望にも防除対策をしっかりと計上しなければならないのではないか。できれば現地のご意見をよく踏まえ、必要に応じて増額も検討していかなければならないのではないか。いかがでしょうか。少なくとも今後数年間、毎年地元の漁業者がこの防除対策に取り組めるようまで考えていかなければならないのではないかと思うのであります。環境省は具体的にどのように考えているのか、ぜひ明快なご答弁をいただきたい。よろしくお願いします。環境省伊藤自然環境局長。ゼニガタアザラシにつきましては、環境省のレッドリストにおいて絶滅危惧種に選定している動物である一方で、特にエリモ地域において漁業被害が深刻であるということは環境省としても十分認識しているところでございます。環境省ではこの状況を踏まえまして、鳥獣保護管理強化事業の一環として、ゼリンアタアザラシの網への侵入を防止するなどの漁業被害防止のための事業を中心として、しっかり対策を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。具体的な事業の内容につきましては、今後地元のご意見を聞きながら、漁協等とも十分調整してですね、どれくらいの額でどういうことをやっていくのかといったことを調整していきたいというふうに考えてございます。先生ご指摘の来年度以降の事業につきましても、環境省としてはこの十分な対策がしっかりできますように、十分な予算要求を行うということを検討してまいりたいというふうに考えている次第でございます。佐藤秀道君。本当にこの防除対策、実効性についてさまざまな意見があるのも事実であります。ぜひ地元の漁業者の方々が納得できるような対応を強く強く要望させていただきたいと思います。さて、17日先週の金曜日でありますけれども、総理が成長戦略第2弾を発表されました。多くの人が大きな期待を抱いたのではないかと思います。私もその一人であります。私は特に国別、品目別の戦略に基づく輸出拡大に言及されたことに、非常に強い関心を持ちました。この国別品目別の戦略策定について、ある国、例えばオーストラリアならオーストラリアで一般的な特定の料理の食材としてオーストラリア産に置き換わるような日本産を探し出す、あるいは開発する、結果として何割程度置き換えられるというような、大変に精緻な調査研究分析を要するのではないかと思うのであります。こうしたマーケットへの戦略的な売り込みについてのノウハウ、人材情報は政府というよりも民間の中にたくさん蓄積されているのではないかと思うのであります。そういった力を十二分に活用することが政府に私は求められているのではないかと思うのであります。私はこのマーケット戦略を継続的に力強く推進していくために、別立ての作戦本部、ヘッドクォーター的な組織を設置されてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。合わせて、戦略の全体像についておおむねいつごろをめどにまとめられることになるのか。アジアをはじめ新興国や途上国との経済格差がこれからどんどん小さくなり、市場がどんどん広がっていったときに、日本の農業は戦略で勝ったんだと言えるようにしていただきたいと思うのであります。見解を伺います。農林水産副大臣。委員のおっしゃることは全くその通りだと思います。先だって総理の追及させていただきましたけれども、やはり地域にで商社の方とかですね、その場でビジネスをやっている方々が一番その現場の情勢とか、その地域の食味とかですね、しょっぱい方が好きだとか薄味が好きだとか、そういう食味についてもですね、例えばサウジなんか非常に甘くてですね、非常に私なんか厳しかったわけですけども、そういう、それぞれの国の食味がありますから、そういったことの情報収集、そのためには民間のノウハウ、人材情報を収集することが大事です。ですから25年の予算においてもジェトロと連携強化をしようということで予算要求をしたわけであります。ですから海外のコーディネーター、こういった方々に相談窓口を作っていただく、それから商社の OB の方々、こういった世界各国を歩いてこられた方々にですね、輸出プロモーターとして活躍をしていただくと、こういうこともまた考えております。
今委員からおっしゃいましたように、国別そして品目別に我々の強みとは何なのか、そしてどのような市場があるのか、そういった精緻な、調査、そういうものも必要になってくると思います。委員からご指摘のようなですね、別立てのヘッドクォーターを建てるということも一つ大変有効な手段だと思いますので、ぜひ検討したいというふうに考えます。そしてそのいつまでにということでありますが、これあまり時間をかけるわけにはまいりません。成長戦略第2弾も発表になったわけでありますから、年内にはきちっとしたですね、なるべく早いタイミング、年内といっても12月というわけではなくて、なるべく早くタイミングでその1兆円規模に到達できるような、そういったスキームをですね、皆様方にご協力できるよう努力をしてまいりたいというふうに考えております。佐藤秀道君、まあ、ぜひご支援させていただきたいと思いますので、取り組みのほどよろしくお願いを申し上げたいと思います。まあ、最後に都道府県のいわゆる農地中間管理機構、いわゆる農地集積バンクについてお伺いをいたします。まあ、規模拡大のための農地集積は、まあ、積年の課題であるわけですが、まあ、これまでも人農地プランの推進や市町村の円滑化の団体によるマッチング、出し手と受け手にそれぞれお金を出しても、まあ、一生懸命お金を出して、まあ、取り組んで、まあ、来たわけであります。まあ、今回の農地集積バンクは現在の売買を中心に取り組んでいる、まあ、農業公社をモデルチェンジして都道府県単位で新たに中間管理機構を設置するという認識でよろしいでしょうか。またここ数年、毎年6万から7万ヘクタールぐらいの利用権による集積が進んできたと認識はしておりますけれども、成長戦略に位置づけられた以上は、この農地集積バンクは少なくとも1年目にも7万ヘクタールぐらいの実績は残さなければならないのではないでしょうか。したがって相当の規模の予算対応が必要だと思いますし、臨時国会を開いた際には、まあ、ぜひ法的措置を行っていく必要もあるのではないかと思うのであります。合わせてこれまで有給農地の貸し付けに大変な手間と時間がかかったこともありまして、うまく進まないケースがたくさんあったことも踏まえ、手続きを簡素化していただくようお願いをしたいと思います。ご見解を伺います。林農林水産大臣。先ほどもお答えを同じ質問に対してさせていただきましたが、まさに佐藤委員おっしゃるように大変大事なこのポイントでございまして、この県段階に農地の中間的受け皿として農地中間管理機構、まあ、今ある公社みたいなものを衣替えしていこうと、まあ、こういうことでございますが、まあ、具体的には分散し錯綜した農地利用、これを整理して担い手ごとに集約化していこうと、それから受け手がすぐに見つからない場合が今まで多々ありますので、まあ、一旦借り受けて機構の負担で基盤整備とも行った上でですね、まあ、少し大きくきちっと整備をしたものでこれでやりませんかというようなですね、機能をきちっとここに集約したいと、まあ、こういうふうに思っておりますので、まさに今委員がおっしゃっていただいたようにですね、この法制度必要になってくると、こういうふうに思っております。まあ、遅くとも来年の通常国会はには間に合うようにと思っておりますが、まあ、可能であれば今おっしゃっていただいたように、まあ、臨時国会、まあ、これは臨時国会ですから開かれるかどうかというのを今前提にするわけにはいきませんが、もしあればこの秋の臨時国会にもこう出せるように準備をしていきたいと、まあ、こういうふうに思っておるところで、ございます。まあ、詳細は今後検討ということになりますが、やはり今予算措置の話もしていただきました。やはり賃料をまずお支払いするということですね。それから基盤整備を行うための経費、それから受け手が見つかるまでは農地としてこの機構がある程度管理をしなければいけませんので、まあ、かなりの規模の予算が必要になってくると、こういうふうに考えておりまして、きちっと法制度と合わせてですね、予算を確保してまいりたいと、こういうふうに思っております。佐藤秀道君。まあ、この成長戦略、まあ、第2弾、まずぜひ林大臣、まあ、先頭に取り組んで推進をしていただければと思いますし、まあ、ぜひこの成長戦略が絵に描いた餅にならないよう強力な推進体制を心からお願い申し上げまして、質問を終えたいと思います。ありがとうございました。